週の番組内容はまたまたびっくり、女の子必見グッズのランキングと、本当にほらきっと来る、メンバー悪戦苦闘、ゾーンがバルーンアートで壮絶バトル、3回回して、そしてこの番組ならではの企画、メンバーが好きな曲をカバーします。今週はミユがあの名曲を歌います。今週もあります、過酷な罰ゲーム、とにかく盛りだくさんの30分間よ。でございます。はい、はい、すっかり素敵ですね。どうしたんですか今日は。今日の髪はまた一番かわいいでしょ。今日のテーマは何ですか。チリチリラーメン。かわいいでしょ。このリボンはリボン、ママが作ってくれた。何言ってまだ絶対嘘だよね。今夜もですね、ラズベさんが、はい、お願いします。探してきてくれたものを私たち4人が独断と偏見で、はい、本当に勝手にランキングするという、独断と偏見でございます、はい、そんなことないです、はいはい、ランズの皆さんは今日自信はありますか。はい、よし、あるみたいです。やった、一番元気。今週はなんと女子高生必見アイテム、私たちじゃない。というわけで、はい、すいません、それでは見てみましょう。 VTR スタート。食材は甘いささやき、洗顔は徳川パワー、シャンプーは我が輩は猫である、ニシオット、これで完璧。ねえ、あゆかちゃん、さっきから何言ってんの。しかもさ、これ何、これ入浴剤にボディーソープ、洗顔、エッセンシャルオイル、今注目のリフレッシュコスメグッズだよ。リフレッシュコスメグッズが徳川パワーなの。ユニークなネーミングと天然素材だけで作られていることから話題を集めているラッシュのコスメグッズ、一度使ったらその魅力の虜になること間違いなしよ。裸の上見たって。天然素材だけでできてるからお肌にも優しいし。あゆかちゃん、私これ欲しい。働き蜂、うん、いい匂い。働き蜂って友達にぴったりだね。え、何それ。そうそうそう。でもこれはなんとかパワーとかなんかあるよ、なんかピラピラピラ。はい、じゃあここでゾーンの皆さんにクイズです、はいはい、何、はい、商品名を当ててください。待って、全然わかんない。ヒントは、ヒントですね、どれがいいですか。ヒントはじゃあコケコッコ、これ正解。じゃあ次、あと2つある。パワーって何。はい、コケちゃんパワーだけ。良さそう、色とかがね、効きそう。最後の人は何でしょう。ここにいるよ。あれ、お、すごい。ココナッツの、あ、いい匂いしているんです。すごい、いい匂い。CM の後も超びっくり、便利なグッズが登場、見逃さないでね。なんで傘差してんの。ちょっとすごい傘見つけちゃったの。すごい傘って、その傘のこと。実はね、おう、これはすごい、そんなにちっちゃくなっちゃうの。畳むと携帯電話と同じサイズまで小さくなる傘、その名もポケミニ。これだけちっちゃいととっても便利よね。すごいちっちゃい。カバンに入れておけるから急な雨でも安心。だからこれはきっと来る。すごい、ちっちゃいよ、ほら、かわいい、かわいい、かわいいよ、かわいい。これは名前は何だっけ。ポケミニです。ポケミニ、ポケミニ、はい。うわ、すごい。やばい、やばい、やばい、何やってすぐに治るんだよ、きっと来る。チェック柄とかも
って30周くらい。うわ、めっちゃ欲しい。欲しいね。欲しいね。あれすごい、これはいい。可愛い。すごく持ち運びにも便利で、ちょっとしまえないけど。ああ、足をきれいに見せてくれるグッズってないかな。例えばどんなの？そうね、簡単に足首キュッとか、ふくらはぎギュッとか。あるわけないか、そんなの。あるんだな、これが。何それ、見せて、貸して。じゃーん、これ履かなくてもいいストッキング、エアーストッキング。履かなくてもいいストッキング、何それ。シュッとスプレーするだけで小さいシミなんかも隠れちゃう、エアーストッキング。私も一本欲しいわ。あ、綺麗になるの。ひとみちゃん、足首キュッ、ふくらはぎギュッになってるでしょ。そう、あやかちゃんの足も引き締まって綺麗だよ。これさらっとして気持ちいいね。だからこれがきっとくるね。これは足が綺麗に見えます。本当にすごい綺麗ね。すごい綺麗。ストッキング履いてなくても履いてるように見える、見えるね。少しほら夏に向けていいよね。いいね。露出が多くなるからね。手でなじませてください。ファンデーションみたいね。じゃあファンデーションが切れたら大人の方は顔に塗ってもいいんじゃない？じゃあこれは足だけなんだ。すごいすごい、あのいい色っていうか本当にちゃんとつく色が。これいい。石鹸なんかに負けない。負けないよ。どれもちょっと今日本当1年したいんだけど。まあでもさ、まあなんか女らしさと立ってよ。いいこと言えたから喋ってよ。どうしよう、ポケミニ。ポケミニ、ポケミニ。これ欲しいね。これは欲しい。じゃこれ買うからサインしよう。あ、いいよ。いいよ、考えた。じゃあこれサインで。はい。これね、多分この料理にみんな惑わされてる。あ、そうか。じゃあ一品だけ置いて履けよう。でもこれはすごいみんな好きだね。いい、これはいいね。じゃあこうだね。うん。お、順番綺麗に並びました。今日は1位だ。1位になったのはあゆかとともかが紹介してくれたコスメグッズです。イエーイ。よかったね、これは。はい、はい、はい。さあ、で CM の後は大スターへの道、ゾウがバルーンアートに挑戦、そしてゾーンポタージュだから聴けちゃうプレミア企画、みゆがあの名曲をカバーするわよ。続いてゾーン大スターへの道です。イエーイ、イエーイ、イエーイ。はい、というわけで、はい、今日挑戦するのはバルーンアートです。違います。これはですね、はい、皆さん見てください、このセット。すごい、もうすごいんですよ。すごい、豪華でしょ。信じられない、これ風船です全部。これを10分で作るらしいよ。マジですか？さっきコンビニ挟んだんだけど。マジですか？ゾウはですね、こう見えてとっても不器用なんです。こう見えてか見ての通りですけどね。はい、とっても不器用なので、はい、もう先が思いやられますが、はい、頑張りましょうね。はい、はい、というわけで今日もなんと先生が来ております。イエイ、バルーンアーティストの小道ひろこ先生です。ポンプに通しまして、はい、こうやって膨らまします。顔の部分、耳の部分、首の部分から足の部分をこう、はいはい、メンバーにはまずバルーンアートの基本中の基本、ワンちゃん作りにチャレンジしてもらうわ。先生はさすがにあっさり作ってるけど、みんなは大丈夫かしら。作るとあっという間です。すごい、すごい。でもこのワンちゃんが最後の最後に明暗を分けることになるのよね。うまい。もう押せない。はい、で、ここの先生の膨らむ。やっと一面おかしい。怖くないよ、大丈夫。結べましたか？はい、いいです。できた、できた。ちょっと待って。できた。3回
回してね。5回ぐらいは。はい、できた。容量が分かった。分かった。これできた。ほら。できた。これでも犬って見えますかね。見えるからそうだね。できた。ここからが本番です。になるですね、バルーンで好きなものを作っていいってことで、はい、もうここにすごいいっぱいあるんですけど、はい、皆さん何を作る。今回のバルーンアート対決はアート部門とテクニック部門の2回戦勝負なの。まずはアート部門対決、何を作るかは他の人には内緒でね。楽しい作品期待してるわ。これね、中入んないんだ。それはじゃあテープもらっていい？るのがやだやだ。いいよ、これだけ。あった、ありがとう。才能ないかも。じゃあそれでいいね。それでいい、はい、それはめんどくさい、はい、先生なんでなくわかる。じゃあこれもう一個作って。わ、うん、かった。調べたから膨らませね。うちこなげて、応援だ。もう無理。すごい、なんかみんな協力的。割れちゃった。これからもう一度作りましょう。そろそろ急いで作ってください。なんだそれ。毎日仕切り？みんなもう完成できた？ね、よっしゃ。いいよね。できた。え？早くない？皆さん急いでください。できた、できた。待って待って待って。バルーンが割れる恐怖と戦いながらもみんななんとか完成にこぎつけたよね。なかなかの力作ぞろいだけど、はてさて何を作ったのかしら。かわいい、かわいい、かわいい、すごい。いきます。怖いね。自分で。先生どうですか。そっくりです。どうした。でもこれ先生わかるって言ってくれたんだよ。あ、本当。何に見える？チンチンだと思ったんですけど。あれみんな違うよ。正解はイカ。イカでも。タコ。え？タコ。なんで？八本でしょ？ああ、そうかそうか。これ成長しちゃったね。あのうち犬が生まれたんです。あ、はい、なので我が家のチワワちゃんから生まれたので、はい、でこの尻尾が注目なんですけど、はい、うちの犬まだひじきぐらいしか尻尾がなくて別に生まれた寸前っていうか、うん、本当にそうなんです。続いてはじゃあ期待の星ですね。正解は家族。私の制作中のみずほはとにかくスタジオ中をうろうろキョロキョロ。落ち着きなかったわ。作るというよりパーツ探しに頑張っちゃったみたい。誰か誰か当ててみて。自分はどれなの。自分は自分分かるし、すぐ分かるし。自分これでしょ。そうそうそう、どれどれ。ちっちゃい、うちで飼ってる犬。これ犬だよ。違う、それじゃないよ。それパパ。審査の結果、アート部門1位はみゆの作品に決定。2位にはみんなが宇宙人と間違えたマイコのタコ。3位はハートのバルーンに座っているタカヨのチワワ。最下位のみぞほには次のテクニック部門対決で頑張ってもらいましょう。対決でミユが30点、マイコが20点、タカヨが10点を獲得。ビリのミズホは得点なしという結果よ。バイバイ。さて、高得点が期待できるテクニック部門対決で大波乱があるか。10分間で何個のワンちゃんを作れるかを競うタイムトライアル競争はミユの歌声を聞いてからね。
手用意してる。こんな風に言ってもらえないんだよね。どっちだっけ。テクニック部門はワンちゃん1個が10点だから、ビリのみずほにも十分逆転のチャンスがあるわよ。今週のお仕事に密着、そしてバルーンアート対決注目の結果発表。罰ゲームは誰かな。沖縄本島から南西300キロに浮かぶ島、宮古島。今回ゾーンがお仕事をする場所はここ。ビデオ撮影 in 宮古島の末期。はい、じゃあ行きましょう。はい、あ、本番。はい、よーい、オート。すごい、これ崩れたらどうすんの。どんなプロモーションビデオに仕上がっているのか、来週すべてお見せします。ゾーンが所属するランタイム主催のコンサート、ランタイム3祭りが5月5日北海道厚生年金会館で開催されるわよ。もちろんゾーンも参加するわ。そこで番組を見ているみんなだけに特別にこのチケットの先行予約を行います。予約受付特別電話番号はご覧の番号よ。今日の夜9時まで受付しているから電話待ってます。それでは、はい、始めていきたいと思います。はい、怖いで。はい、はい、いいですか。はい、お願いしますよ。はい、あ、どうぞ。ではいきます。1位高代光。
初砲イエーイ、コンビだねこれ。続いては3位ミラー、4位はマイコです。かわいいよ、かわいい、あ、すごい、姫姫かわいい、かわいい、なんだこれ、すごいね、あったかいんだけど怖いんだよね。じゃあみんなで待っちゃいましょうか。はい、あチョネさんですが、どうでしたか？そうですね、なんか新たな才能が見れましたね。面白かったからね。面白かった。こっちの3人もさ、本当に怖い、これ。嘘、本当に怖い。ちゃんとして、はい、エンディングなんですが、なんかね、時間が余ったって。うん、あ、続けやろうか、これね。続けて、